こんにちは。いつもの感じで言ったらこんにちはやな。やっほー、やっほー。今日は月曜日ですよ。皆さんお仕事でしょうか。くよちゃんはちょっとあります。実はちょっとね、ここのね、下にね、ライが寝てるんです。見えないですね。いつもキワキワのど、ラーちゃん、ラーちゃんって言ったら見えるんです。見せたいんですけど、ほら、ここに、ほら、いるでしょ。わ、すんませんね、ゲリラなのに来てもらって。めちゃめちゃゲリラやったんやけど、ありがとうございます、来てくださって。あの、やっぱり夜に配信するのは遅くなるんで、帰りが。あとギガがなんか私30やと思ってたら25しかなかったです、元々の上限が。それでなんか家の2階にいるときに、なんかちょくちょく Wi-Fi が勝手に外れることがあったんですよ。何これとか思いながら、毎回設定行ってちゃんと付け直してっていうのを何回も繰り返してたんですけど、なんかね、もうね、できなくなっちゃってね、気づいたらもう今月4ギガくらいになってたんですよ。もうありえない、びっくりした。絶対そんな外で使ってるわけないのにさ、おかしいですよ。え、4ギガだよ、今月残り。まだまだ夏休みあるのに、やばいよね。この T シャツめっちゃかわいい、ライちゃんみたい。どっか出かけるときに着ようかなと思ったんですけど、案外ちょっとたらこパスタ食べて行っていきたいと思います。朝ごはん兼昼ごはんです。ありがとう。せっかくくるくるしたのに遅れてしまった。今週はチカッパありますね。チカッパもうあっという間でしたね。すごい、瀬戸りも楽しみにしておいてください。ささみかな、うん、楽しめる瀬戸りとなっております。なんかそこはさ、 NMB のさ、ファン以外の方もすごい多いからさ、たくさん取り入れたいですね。フェットチーネやね。そうですね、形がね、麺のこの形ですね。あの、母のミートスパゲッティの時は普通のまん丸の円柱の形のやつです。円柱、やばい、中学生やん。円柱です、円柱の形ですね。四角錐ではなくて円柱の形の面々となっております。たらこパスタですよ。ちかっぱ祭り野外でやんやりね、大きな倉庫でやる感じなんじゃない。
ワイも食べたい。今日も可愛い。ありがとう。わんこそばの入れ替えしてるみたい。ささみを入れてもらいました。バンバンジー、バンバンジーを作ってもらって、めっちゃ美味しいですね。小松がお料理することはないですね。美味しい。スケエモンさん、バラありがとうございます。赤ぶりカルビさん、ハートありがとうございます。カンさん、ラブのやつありがとうございます。ネイナさん、ハートありがとうございます。そうそう、たらこパスタ。え、あやみ好きなの？たらこパスタ。そうなんや。え、そうなん、あやみたらこパスタ好きなんや。あやみグミ好きなイメージの方が強いな。プロフィールに書いてあんの？たらこパスタって。たらこパスタ好きって可愛い。ん？でもこれ明太子パスタの気がする。ちょっと辛いから。はい。待って。あやみは多分辛いの苦手ですよ。なんか空いても作らへんな。なんかもう結構動くのがめんどくさいタイプなんで、なんか空いても待つかな、家にいるときは。でも最近はずっと結構外出が多いので、うん、家にいる方が最近少なくなってきちゃった。でも私はだからこそフータとライタにめちゃめちゃ会いたいんですけど、本来はそうでもない。え、ね、なんか台風来てるみたいな聞きましたね。大丈夫なの？ありがとう、教えてくれて。配信ではほぼたらこパスタかメロンパン。そうなんや。そうやったんや。カーブルビカルビさん、ペライトありがとう。お昼はタコライス作りました。タコライスって何ですか？タコライスって何やろ。ああ、なんでタコって言うやんな。そうなん、沖縄のご飯なんですね。ご飯炊けるか？なんかうち土鍋なんで炊き方わからないです。炊飯器の家の子は大体炊けるって言うやん、自分で。そんな私も炊飯器なら炊けますよ。説明読んだら。うち土鍋なんでわからないです。悔しい。お湯は沸かせますけどね。しかもお湯沸かせる子大体ティファールじゃないですか。私鍋で沸かせますよ。そこは。片手で持てる。こんにちは。ね、あやめんちの子猫も可愛いよね。写真見せてもらった。タコスのライス。え、違うくない？タコスのライスないか。そうそう、うち土鍋なんでね。わかんないんです。今日は多分ラーメン。え、いいね、ラーメン。ラーメン最近食べてないです。なんか行ってみたいラーメン屋さんが見つかって、結構有名なんですけどね。あと日高屋のチゲ味噌ラーメン食べてみたいんですよね。これはどっかで何回か言ってる気がする。これこれこれ、
鍋で沸かせる、そうそう、鍋で沸かせるからね。夜間ありますね。夜間で あんま沸かすことないけど、ケトルってやつでも沸かしたことある。最近はもうそれが家にあるんで、ティファールみたいな感じでお湯入れて置いてカチッと押すだけ。めちゃめちゃいいですよ。猫に癒されてくださいね。なんかライちゃんはね、本当に気まぐれ。こっちおいで、ライ、ラチュク、ラちゃん、どっか向いてんねん。映ってるよ、ライ。ほら、こっち見て。あかんねん。あんまり反応しやへんね。アップル配信。アップル配信。風太が走ってきた。ほら降りた。すぐ行くでしょ。すぐ行くでしょ。暑い今日も。私も聞き、あ、そうそう、斉藤京子さんが言ってて、結構昔、何年も前から食べたいって言ってるんですけど、あんま行く機会なくて、日高屋さん行ってみたいですね。誰か誘っていいか、西島ちゃんとか行ってくれるかな、一緒に。今度言ってみたいと思います、西山ちゃんに。ゆうさん、マイクありがとうございます。沖縄こう、家は IH じゃない、コンロ。ゴトンがちゃんとあります。3つ、3口コンロ全部ゴトンのやつです。その猫はどっち、ごとくやで。え、ごとく、ごとんじゃなかった、ごとく、やば、何ごとんって、ごとくでした。やばいんやけど、人生やっほー。なんかおやつは好きやけど、がっつきすぎて袋破くタイプやから、うちの猫怖い、怖いっす。どうやったら、なんかさ、そうそう、この子ら出演料いるからさ、風来は。ほら、あ、ほら、どっか行っちゃったら無料やから、すねてしもうたわ。コップの水とか飲まれへん。飲まれへんかな、別に。風呂の桶に水溜めてたら飲むけどほんまにやめてほしい。フータとかめっちゃお風呂好きやから。風来来たでしょ、ちょっと、え、結構さ、あれちゃう、レア配信じゃない、風来どっちも映るのは。なんかライがね、絶対ね、スリッパの上で寝るんですよ、徳川家康みたいに、秀吉みたいに温めてくれるんです、わらじを、スリッパを。可愛いですよ。見せたいんですけどね。いや汚いので、あんまり見せません。チキン味噌ラーメンは、あ、冬限定なんですか、それ。じゃあ冬休みに西馬ちゃん誘ったらいいかな。どうしよう。なんかどこ行きたい。なんか一風堂さんとかも、なんかザみたいなとこも行ってみたい。ね、気まぐれだよね。わからんねん、マジで。カンコレいいね。やばいよ。見ました、写真、ミカナさんとケイトさんの。めっちゃ可愛かった。仕事ファイトゥー。西馬猫派、絶対犬派やろ。日高屋どこにあるんですか、ちなみに関西にあるんかなあ。もうそれ、私もゆまちゃん辛いの苦手。え、そうなのそうなんですか。私何時から始めましたか。20分になったらもう終わらないと。15分、あ、15分経過しましたのやつが表示されたら終わりたいと思います。ね、2週間やってたよね。え、昨日のマナミンの配信でギフト投げまくったから金欠。いや、もう終わりやん。ユウさん、コバありがとうございます。ほんまに言ってる、2週間ちゃん。私止めてんけどな、一応フェイス ID で、あの、課金してるとこ見たからさ、西馬ちゃんやめやって言ってんけど、やっちゃったんですね。ギフトにチュールがあれば投げますのにそう、スリッパの上でなんか寝るんですよね。コヨリンとのスリーショットみたいなの初めてかもね。確かに
ルームス用に動画撮ったんですけど、あんまり私がブサイクだったのでボツです。家系ラーメン、そう、それが食べてみて、あ、15分経った。あ、サイカラーメン、え、これサイカ食べたことあるっけ。あるよな、あります、美味しかった。最も男前なメンバー多分私です。行動がでしょ、私だと思います。ふん、え、日高屋さん関東にしかないんや。関東ならもう私が一番近くなるやんな、これ。竹本さん、ハートありがとうございますね、猫は気まぐれだよね。はい、じゃあだっと男女読みます回転早い、なんかあんまりすごい、なんかランキングや。ん ?20 分やんな、もう。じゃあ、はい、13位ともたんさん、ありがとうございます。12位なに、え、うん、え、似てる名前が。13位ともたんさん、ありがとうございます。12位ともさんさん、ありがとうございます。11位なにわのひでさん、ありがとうございます。10位みそだこちゃん、ありがとうございます。9位吉村哲也さん、ありがとうございます。8位マスオさん、ありがとうございます。7位いたあときさん、ありがとうございます。6位赤炙りカルビ、青炙りカルビ、黄炙りカルビさん、ありがとうございます。5位タクト、あとニコさん、ありがとうございます。4位坂組さん、ありがとうございます。3位誠、あとコロッケ店長さん、ありがとうございます。2位アルフィンさん、ありがとうございます。1位アルマサトリア、え、私はインドネシアから来たんです、ありがとうございます。待って、初見さんやねんけど、初見さんが1位ってすごい初めて見た名前、インドネシア、ありがとうございました。みんな、皆さんありがとう。ありがとうね。皆さんありがとうございました。短い間でしたが、卒業ムードになってしまいます。これ可愛すぎる。めっちゃ可愛い。イエーイ。あ、スクショタイム。イエーイ。逆光すぎ。猫。じゃあまたね、ありがとう。今週も頑張ろうね。バイバイ、ありがとう。ファイト、この後もまたね。